光ファイバーを利用した人工クリスマスツリー本。記事では松やモミの木を模して作られた人工樹のクリスマスツリーについて説明する。最初期の人工クリスマスツリーはツリーを模したピラミッド型の木工品や羽毛を使って枝に見立てたツリーであり、どちらもドイツで発展を見た。現代ツリーの多くはソフトビニールから作られているがアルミ製であったり、 光ファイバーでイルミネーションを行うものなど人工樹には多くの種類が存在する。最初の人工のクリスマスツリーは19世紀のドイツで作成されたと言われているが、より古い品々も残されている。これらのツリーはガチョウの羽毛を緑色に染めたものであった。このドイツの羽毛製のツリーはドイツにおける継続した森林の乱伐への対策の一つであった。 1880年代に作られた羽毛のツリーは20世紀初頭までに普及し、その人気を高めていった。ドイツの羽毛ツリーは後にアメリカへ持ち込まれるようになり、かなりの人気となった。実際、アメリカにおいては人工樹のクリスマスツリーの登場により、自然の樹木を用いたクリスマスツリーは時代遅れのものとされた。同じく人工のクリスマスツリーのうち最も古い。 ものとして1747年にドイツからペンシルベニア州のベスレヘムに入植したモラビア教会によりピラミッド状に樹木の形をかたどったろうそくによって照らし出す木製のツリーが製作されている。羽毛製クリスマスツリーの一例もともとはドイツ発祥の羽毛製のクリスマスツリーはアメリカでも同様に人気となった。 初期の羽毛製クリスマスツリーでは緑色に染めたガチョウの羽が針金の枝に取り付けられていた。これらの針金の枝は中心の幹に見立てた丸材へと巻き付けられていた。羽毛製クリスマスツリーの大きさは様々で、1920年代のデパート店舗では小さくは2インチのものから大きくは98インチのものまで幅広く販売されていた。通常、 この木の枝の先には、植材として機能する、作り物の赤い実が付けられており、枝枝の間はろうそくによる火事を防いだり、飾りを付けるための空間が広く取られていた。その他に、信用が抜けることがないことや、樹木売り場への移動が省けることなどが利点として、もてはやされた。1930年はイギリスに本拠を置く日用品、販売会社が、ブラシでできた枝のクリスマスツリーを生み出した。 このツリーの枝にはトイレ用ブラシを製造していたものと同じ設備が用いられ材料にはブラシの同じ動物の毛が緑に染められて使用されていたこの当時ブラシ製のツリーは大変な人気を得てグレートブリテン島から多くの数が輸入されこの地のツリーが有名になったブラシ製のツリーにはそれ以前の羽毛製ツリーよりも燃えにくく 重い装飾が付けられるといった利点があった。アルミニウム製のクリスマスツリーアルミニウム製のクリスマスツリーはアメリカで作られたもので最初の一本は1958年のシカゴで製作され、後にはウィスコンシン州のマニトワックが主要な生産拠点となった。アルミ製ツリーは1970年代まで生産されたが発売から1965年頃まではとても 人気であった。この年、テレビアニメ、スヌーピーのメリークリスマスが初めて放送されており、劇中でアルミ製クリスマスツリーが否定的に描かれたことが、その後の売上高減少の原因と言われる。装飾されたプラスチックのクリスマスツリー人工樹の中でも多くのクリスマスツリーは塩化ビニールで作られている。塩ビ製品は何年製であり、 人工樹のツリーの火事発生件数は天然の樹木が用いられるツリーよりも低くなっているが人工のツリーが防火樹というわけではない。多くのツリーは中国製で2005年1月から8月にかけては6900万ドル相当のツリーが中国からアメリカへと輸入されている。電飾が施された完成品のツリーは購入者自ら電飾を施す必要がないことから アメリカやドイツで人気が高まっている。今日、これらの電飾の種類には、白熱電球と LED ライトのものが存在する。この電飾済みのツリーは電化製品の安全規格に従う必要があり、ウル規格、CSA 規格、ETL 規格、GS 規格、BS 規格、ROHS 規格などの各国の認証試験書によって定められた安全規格を満たすことが求められる。 ツリーは屋外利用のために UV 加工され設計されており、また、艶消しや艶あり加工が施されるものもある。プラスチック製のツリーには様々な色があり、中には組み込みスピーカーとデジタルオーディオプレイヤーが内蔵されたものも存在する。企業によっては、ベーマツやポンデローサマツなどをモデルに、本物の樹木そっくりに作った塩化ビニール製のツリーを販売している。 1990年代には見た目を本物に近づけるだけではなく、さらなるリアルさを追求するために樹木の匂いをつけたものも存在した。多くのより近代的な製品は、電色とともに簡単に定位置へと戻すことが可能な折りたたみ式の枝を持つようになった。最近の製品では、より本物へと近づけるために、実際の樹木の枝から型取りしたポリエチレン製の枝を使用している。 しかしながら、すべての製造メーカーが人工ツリーを自然に見せるための努力をしているわけではなく、虹色のツリーや逆さまになったツリーなどを製造しているメーカーも存在する。人工ツリーの消費はとどまることがなく、様々な種類の新しいクリスマスツリーが市場へと現れている。例えば光ファイバーを用いたツリーには大別して2種類あり、 伝統的なクリスマスツリーの形状を保っているものも、あれば、ツリー全体が束ねられた光ファイバーで作られており、完全に光だけで構成されるものもある。ありがとうございます。